ごきげんよう、リオルスです。それでは本日もときめきメモリアルガールズサイドセカンドキスやっていきましょう。はい、ずっと長く続いていたひそか問題も、決着をし、あとはクリス君と仲良くするだけと見せかけてパラメータも上げていかなきゃいけない、そうなので頑張っていきたいと思うところで失礼、誰かが、この小悪魔リオロスさんのせいで爆弾を抱えてるらしい。なので小学生に情報を聞いて、誰が爆弾を抱えてるか本当は聞かなきゃいけないんだけども、もう一日たりとも無駄にできないので、誰か知らないけど街で会った時に怒ってそうだったらそいつが爆弾だ作戦で行こう。日曜日は頑張って芸術を上げていこう。美術を学ぶんだ、美術を学ぶんだ。で、誰かしらなんか、なんかストレスを抱えてそうな青年が現れてくれればラッキーラッキーで、魅力も上げていかなきゃいけない。大変だ、間に合うのか。日曜日久々に空いてるな、空いてるな。でももうスキー行ったしな、スケートもやったしな。クリス君とは今何やってるんだ。最新ニュースあったりする、今さら。ビジュアル系バンドメジャーデビュー。はあ、ビジュアル系バンドはでもクリス君はちょっと違うしな。まあいっか、とりあえずはもうデートに関してはあっちから来たらそれをホイホイついてくるだけでホイホイ星人でいいだろう。ホイホイ作戦でいこう。ここはミリキュア上げていく。3上がった3でかいぞ、1日で3はでかいぞ。よし、じゃあ美術を学んできてアートに行け。あー、じゃあ休みはミリキュア上げていけ。あ、4は上がった、でかいでかいでかい。祝日で4はでかい。これ間に合うんじゃか、間に合うんじゃないか。あ、休みだ、普通に休めたよ。大丈夫だよ、このまま爆弾、なんでこれを開くんだ、だから僕爆弾はまだ大丈夫だよね。休みの日はミリキュア上げていけ。いいよいいよいいよ、今んとこ失敗してないよ。ストレス溜まってるけどどうしよう。あ、翔太くんだ。翔太くんはどうかな、これで怒ってたりなんか、なんかいつもと違う反応したら翔太くんってことだよね。どうぞ一緒に帰ろうよ、翔太くん。徳川先輩。あ、大丈夫大丈夫。どうしたの。翔太くんではない、オッケー。俺から帰るところ、よかったら一緒に帰らない。オッケーだよ、オッケーだよ。それじゃ行こう。翔太ではない、オッケー。あとは3択だな。なあなあ、あー、日曜日がクリス、クリストファー・ウェザーフィールド、空気読んでくれ、リードエア。クーちゃんどうしたの。あんな、はい、君今度の日曜日の予定ってどないなってる。あー、神様ぽっこりしなきゃいけないどっか遊びに行かへん。行くしかない。そしたら、あ、僕ん家に招待したいんだけど。リベンジ、リベンジさせてくれるんだな、ありがとう。ぜひ。よかった。ありがとう。忘れられない一日にしようぜ。ちょっとやそっとじゃ忘れられない一日にしようぜ。今からめっちゃ楽しみやわ。ちょっとやそっとじゃ忘れられへん一日にしよう。それな。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 ほんなら、日曜。サンデーが待ち遠しいぜ。いやでもサンデーはミリキュア上げたいんだよな。何月までなんだこのゲーム。卒業って何月なんだ。さあ、卒業は3月だろうけど、もうすぐ正木先輩の誕生日だ。プレゼントどうしよう。プレゼントを買いに行くってことはやっぱり正木先輩も攻略対象どうなんだ。え、っていうかお金、あ、お金はもうあるか。何を買おうかな。っていうか正木先輩の趣味なんてさっぱり知らんわさっぱり知らんわ。サンリッチがホラー映画 DVD 大全。ああ、まあこれなんだろうな。でもここはあえてコンビニとかでよく売ってるマグネット式将棋セットで行こう。
マグネット式将棋セット、うん、あの新幹線が止まるホームにあるコンビニとかでよく売ってるマグネット将棋セット。今週はうまくいかなかったな。あ、うまくいかなかったの？どうしました？なぜ？疲れてるようですね。なぜ？元気を出してください。なぜ君がなぜ君が慰めに来るの？え、君クリスを超えてるの？ひょっとしてクリスを超えてるの？はあ。マサキ先輩。ん？ん？はい、これギリプレゼントです。俺に？うん。なんだ、さては何かおごってほしいんだろう。ああ、なるほど。彼にとってはとりあえずリオロさんは礼拝の対象では今のところないのか。あはは、そういうわけじゃないですよ。とりあえず開けてみてください。さあ、どんな反応するか。すげえ困った顔してる。気に入らないですか？後輩が一生懸命悩んでお金を払って買ってきた将棋セットですよ。ああいや、お前が一生懸命選んでくれたもんだし。年上としての気配り発動してる。大事に使わせてもらうわ。おうよ、一緒に将棋しようぜ。あまり喜んでもらえなかったみたい。将棋とか好きそうに見えたのに。あ、デート行くしかない。行くしかない。これ晴れ着で行ったらどうなんの？これまだ1月ならよくない？あ、もうまだ1月だっけ？あれ、もう2月だっけ？これ晴れ着で行ったらどうなるんだろう。気になる。私晴れ着で行きます。前のデートの時と一緒だったねって言われちゃうかな。あ、そうだ、クリス君の家に行くんだ。まあまあまあいいんじゃない。うん、おめかしして行こうぜ。クーちゃんは、あ、いた、ごめんね、待った。そんな急がんでええって、転ぶで。家の前で急いでんのか。うん、僕だけ。あ、それここでも言うんだ。可愛い君を見れるのと、はい、いつものいつもの。遅れる時は連絡して。連絡って家の前ですけど。どないしたんやろ。家の前ですけど。あ、だけヘルシー。窓から顔出して遅れるよって言えばいいのか。うん、ごめんね。会場はどこなん？何の話だ。何の話だ。君んちの会場が。え、会場？仮想大会。あ、そうなるのか。あ、なるほどね。うん、晴れ着でも仮装大会でもないだろう。うん、普段着として着る人だっているだろう。着物だって言うてくれれば僕もそんなんしてきたのに。冷たいな。君正月着てこなかったじゃない。しまった、変な格好だったみたい。変ではないだろう。変じゃないだろう。水着とかだったらまだしもな。うん、え、これどうなの？評価的にどうなの？いらっしゃいませ。ありなんじゃない？今の雰囲気。こんにちは。こんにちは。案内係のクリスです。あ、どうも。どうぞ、よしなに。あ、大丈夫？ささ、こちらへどうぞ。ちゃんと菓子折り持ってきた？つまらないもの持ってきた？ふふ、ありがとう。お父様とお母様にご挨拶しなければ。何見てる？なんか面白いもんあった？さあ、どうする？これご家族の集合写真？本棚の奥にエッチなもの？本棚の奥に。これダメだろう。うん。いくら親しき中にも礼儀ありだろう、これは。うん。勝手に人の部屋を探ってはいけないよ、どんなに親しくても。うん。広くて日当たりのいい部屋だね。いや、これは家族に触れていいのか。家族はタブーじゃないよね。散々仲良くしてたよね。実はこの家族の写真にもう一人弟みたいな子がいて、実は弟は3年前にみたいな、そんな話にならないよな。大丈夫だよな。うん、はい。うん、素敵写真やろ。よしよし。毎年、うん、星の初めに撮ってるんやけど。ほうほうほう。こん時のはめっちゃお気に入りやね。お、いいんじゃないか。これはバッチリもらったんじゃないか。良い感じか。クリスバッチリって本当に難しい。今日はめっちゃ楽しいんだわ。ありがとな。はい、サンクス。なあ、またどっか行こう。はい。おかわりある？やった。うん、楽しみやわ。おかわりある？ほんなら家まで送ってくわ。ない、ない。はい。君一人じゃ返せへんし。どのぐらい離れてんだろうな。まあ高校一緒だったら近いよな。ありがとう、うちまで送ってくれて。
どういたしまして。うん、ほんなら、おやすみ。とりあえずクーちゃんはあのチヨミンを超えてください。はい。なんかチヨミンがトップらしいし今。さあどうしよう。ストレスはまだ大丈夫、まだ大丈夫。うん、芸術もゴールしてもいいよね、ゴールしてもいいよね、頼むよ。花屋でも芸術上がってくれよ。いける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 よ、いけるよいけるよ。ストレスやばい。あ、イタルさん、イタルさん。あ、なんかうなってるうなってる。確定、確定です。あ、でも二人っていうこともあるかもしれないな。イタルさん何か起こってるみたいだったら、なんだろう、なんだろう、チヨミンなんとかしてくれよイタルさん。そうそうだよ、チヨミン親友じゃん。あ、そういえばもうすぐ水島さんの誕生日だ、プレゼントどうしよう。あん、っていうか今パラメーター上げに大苦戦してるのはその水島さんのせいなんですよね。私買いに行くか。さすがに買いに行くか。うん、何しよう。月刊お嬢様生活、シューマンかこれ。シューマソピアノソナタ楽譜、奇跡の石イヤリング。まあこれは月刊お嬢様生活でいいじゃないか。ひそかひそか見せてみろお前の微妙な表情を。プレゼントも用意したし喜んでもらえるよね。うん、私たち親友だよね。さあ休みの日はミリキ127、これギリギリいけんじゃない。いつまでいつまで。卒業式、早くない？3月丸々1ヶ月。これマジデートしてる暇なくない？とりあえずミリキで行こう。とりあえずミリキで行こう。頼む、頼む、上がって。順調に上がって。水島さんいるかな？いた。リオさん。はい。慌てちゃってどうしたの？何笑ってんだ。おい。何笑ってんだ。やるか？屋上行こうぜ。はい、これ誕生日プレゼント早く渡したかったんだ。きっと喜んでもらえると思うよ。え、私に？うんうん、開けてみて。これ。その目が一瞬驚いた表情になった瞬間にガクッとこう眉が下がる。何？文句でもあんの？うん、嬉しい。嬉しいよね。ありがとう。うん、あまり喜んでもらえなかったみたい。いや、そんなことはないさ、そんなことはないさ。お、芸術が上がる。お、いいぞいいぞ。もう花屋やめたい、花屋やめたいけど日曜日は花屋やめることに使う暇がない。日曜日どうしよう。ちょっと久々にあれを見よう。12星座占い。健康は2月15日、2月15日になったら寝る。よし、魅力上げていけ。3、頼む。 5 5? よし、一緒に帰ろう。あ、びっくりした。よかった、ここでチケットがあるんですとか言われたら、ほんとちょっと、まあ、空気読み屋上行こうぜするとこだった。ちよみ、ちょっとイタルさんなんとかして。持つかな1ヶ月持つかな。もうすぐバレンタインですね。あ、そうですね。あ、チョコあげれば少しはちょっと機嫌直してくれんじゃない。ダメかな、電話しないとダメかな。そうだね、こっちもこだわりの手作りチョコにチャレンジするの。ええ、するんだろう。でも今年は成分よりもデザインにこだわろうと思っています。とう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 そっちに来た。うん、乙女力上がってるね千代美。そうなんだ、いいと思うよ。ファンシーなんだけど、ちょっぴりルネッサンスを意識した。ファンシー&ルネッサンス、ね、あの天体っぽいの作るといいよ。あの火星、あ、土星みたいなチョコ作ると多分喜んでくれるよきっと。なかなか大変そうだね。そうか、もうすぐバレンタインなんだ。
バレンタインはあるけど、ホワイト、あ、なんかメール来た。なんだ？春日感激。あー、そんな人いた。そんな人いた。春日。リオロ、聞いて聞いて。駅前のショップにバレンタインコーナーあるやん。そこに奥の方に、チョコ入りマルが、マシュマロ。めっちゃ美味しいね。悪いこと言わへんから食べとき。食べとかんと後悔するわ、絶対に。これから買いだめに行ってきます。あ、あんたの分も買うてくるわ。楽しみにしててや、春日。はい。なんかよくわかんないテンションで読んじゃったけど、今。なんでこんな僕テンション上がってんの、今。もうギリギリを楽しんでるな、僕。魅力を150に上げないといけないらしいので、はい。あ、いや、ここは、あ、え、なんだっけ。あ、まだ祝日か。祝日は、じゃあ、スーパー魅力上げ。よし、3上がった。いけるぞ。あ、もう芸術いいって。もう芸術はいいからさ。花屋、おい、花屋、おい。花屋、あ。そういえば私、バレンタインデーが近い。あ、まあ、ここに来てチョコを作る。ここに来てチョコを作る。どうしようかな。あの、高級チョコをイタルさんにあげよう。とりあえず。で、ギリチョコはちょっと、テル君には渡してみよう。ありがとうございました。千葉君じゃないと思うんだよな。うん。千葉君はないと思う。いい買い物ができたな。さて帰ろう。そうだ、手作りチョコどうしようかな。ゆうくんは出て、もういい加減ゆうくんにあげてくれ。頼むからゆうくんにあげてくれ。本命の人には手作り渡したいもんね。では張り切って参りましょう。まあ料理スキルは高いからな。これ気配りが低いとすごい難易度上がったりすんのかな、このバレンタインチョコも。うん、いけるいける。一緒だよね、一緒だよね。うん、それじゃあ行くよ。おっす、来い来いよ。はいはい、ほっ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 よっ、ほいほいほい。お姉ちゃん急げ、チョコが台無しになっちゃうよ。よし、あ、しまった、またゆうくんの分作るの忘れてた。うまそう。バッチリだよ。最初はわざと間違えて普通ですを作ってゆうくんにあげなきゃいけないのにまた忘れてしまった。上手にできた。明日渡すのが楽しみだな。明日になりました。おはよう、グッモーニング。昨日は手伝ってくれてありがとうな。今年もバレンタインが来たね。来たね。昨日のチョコレートしっかり持ってる？持ってる持ってる。もちろん準備 OK だよ。あんなに丁寧に作ったんだから。お姉ちゃんの気持ちきっと伝わると思うな。一体なんでどこしてんなんだよ。だから君はそんなものかな。自信持って渡してこいよ。おうよ。まあ渡せなかったら食べてあげるよ。じゃあ行ってきます。うん、今日もビシッと頑張るぞ。ほんと、どこしてんだこの子は。保護者してんだのか。ギリチョコは、誰だっけ、テルくんでいいね。ギリはテルくんで、はい。テルくんかな。どうなんだろう。いないみたい。ええ、いない？どうしたの？喫茶サンゴ礁が潰れて寝込んでんのか、ひょっとして。高級チョコは誰に渡そうかな。高級チョコをイタルさんに。やっぱりイタルさんってなんでそんな自信満々に言えるの君は。何やっぱりって、どういうやっぱり。イタルさん、徳川君。あ、怒ってない、もう怒ってない、もう怒ってない。今日はさすがに怒ってない。今日はバレンタインデーだよ。はい、チョコレート。お菓子の持ち込みは立派な校則違反だよ。他にも持っていたら出したまえ。やばい、めっちゃ怒られてる、めっちゃ怒ってる。去年受け取った、え、去年だっけ、1年目だ、1年目受け取ったじゃん。え、冗談だ。あ、びっくり、あ、びっくりした。先生に今日は見逃すよう言われてる。さすがに綺麗な包みだな。おう、ありがとう。さすがに本命まで持ってかれたらまた屋上呼び出すところだったよ。イタルさんが言うと冗談聞こえないよ。でも喜んでくれたのかな。びっくりした。張り切って作った手作りチョコはやっぱりあの人に渡そう。誰にもあげない。なんであんのこの選択肢。何これ、これどうなんの、これ自分で食べんの。ユウくんにあげんのこれ。クリストファー・ウェザーフィールド、クーちゃん受け取ってくれるかな。当たり前じゃん、受け取ってくれないわけないだろ。あ、リオラちゃん、はい、
なんで、なんでその沈黙はなんで最後の。待ってるだろ、待ってたんだろ。あれどうしたの？え、なんでもないね。なんで探してたの？いや分かってる。その表情は分かってるよね。っていうか絶対待ってたよね。分かる分かる。うん、バレンタインのチョコレート渡そうと思って。これ。うん。え、何？手作りに見えんねんけど。手作りですね。うん、頑張ってみました。わあ、感激やわ。食べるのもったいない。いいよいいよ、大丈夫。あと3回分作れるから食べて食べて。じゃあこれは募集だね。それは飽きまへん。飽きまへん。ごめんなさい、食べます。せやから補習だけは。補習？募集な？補習じゃなくて募集。あ、それや。それや。ほんまに僕は幸せもんやわ。どうやって食べようかな。どうやって食べようか。食べ方があんのか。よかった、すごく喜んでくれたみたい。あれか、ポッキーゲームするか。ポッキーゲーム。ストレスがやばいです。あ、ここで休むんだよね、確か。寝ろ、頼む。はい、78か。あと半月いけんじゃない？何も起こらなければ。イタルさんがダイナマイツしなければいけるんじゃない？頼むよ。よし、花屋邪魔すんな。よしよし。え、これギリギリやばくない？これ上がらない、上がらない、上がらないよ。あ、クーちゃんだ。一緒に帰ろう、クーちゃん。あ、リオいい感じで。クリス君が空気読んでデート刺さってこないな。あの1回ぐらいしかね。一緒に帰らない？せやな。はい、せっかくやからのんびり帰ろか。よしよし。クリス君下手に喫茶店誘うと忙しくなって帰っちゃう時あるからな。うん、もう一回分かる。そうだ、クーちゃん、もうすぐ誕生日だったよね。そうだった。そうやね、そうやね。覚えててくれはったんや。はい、感激やわ。いや、ごめんなさい、忘れてた。完全に忘れてた。もちろん雰囲気で言ったよ今。でもまた一つ年を取るんやな。あ、そのセリフは二十歳超えてからでいいよ。十代のうちは喜べ。あれ、あまり嬉しくないの？というようなことを話して下校した。ん？あ、そういえば明日かい。買うよ買うよ、プレゼント買いに行こう。何を買おうかな。 How to 英会話ウォールアート作品集。もうこれでいいだろう。え、これ？純馬F105 キャンパス。いや、これもありな気がするけどな。ウォールアート作品集でいいんじゃないか。うん、多分あるだろう、家にこれ。あるある。多分クリス君持ってるから、こっちにしよう。ウォールアートだよね。なんかデコトラとかそういうのが気に入ってくれたから、きっとウォールアートとかも気に入るだろう。で、僕もやってみたいとか言い出すよ、きっと。プレゼントもちゃんと用意したし、頑張って渡すぞ。さあ、いいよな。もうあと何回コマンドいける？あ、もう2回しかないよ。2回しかないよ。最後の日だけのなんかニュースとかあったりすんの？フリマ、これ最後にフリマ行く意味あんの？これ最後にフリマ行く日意味あんの？最後の姫ちゃん。あ、特に変わんないな。特に変わんないな。まあバレンタインです。そっか、ありがとうな姫ちゃん、爆弾教えてくれて。もう一回会いたかったよ。さあ行くぞ、頼むぞ。5ぐらい上がってくれ。はーいやー。おー、 いけんちゃうこれ。いけるんじゃない？頼むよ。はい。さあ今日はいよいよ受験日。私の進路は？え、あのクリス君家に就職するってないの？クリス君家に就職するってないの？就職でいいよ。じゃあ就職試験どこの企業を受けるんだって。クリス商事ってないの？二流れ商事、三流れ商事。え、っていうか僕どのぐらいの学力あんの今。全然わかんないんですけど。三流ぐらいでいいか。三流ぐらいでいいか。
いやここは見ながらにして、受かったら受かったでし、落ちたら落ちたでクリス君についていけばいいしという話で、見ながらで手堅く、手堅くってことは余裕ってことか。全力で頑張ろう。あれじゃあ一日潰れる、クーちゃんいるかな、いた、クーちゃん、リオロスちゃん、そんなに慌てんでも僕はどこにも行かへんで。どないしたこれ、誕生日プレゼントなの。あ、そっか、誕生日か。わあ。どうしたの、覚えててくれたなんて。昨日言ったじゃん、めっちゃ感動。昨日そんな話したじゃん。大げさだよね、あげてみて。すごいな。すごいか、やっぱりそうだろう。君、うん、僕に隠しとる力があるやろ。いやいやいや、消去法です、消去法です。何もないと思うよ。そしたら気づいてないだけやわ、うん、ありがとう、大事にさせてもらうわ。クリス君、誕生日だけは簡単だな。バッチリ喜んでみたい、久々見たぜバッチリ。いけ、なんだ、余計なの上がるなって。あ、いけない。何が、おい大丈夫か。あ、マサキ先輩、はい大丈夫です。重いもん運ぶときは遠慮せずに呼べよ。あ、そういうことか。無理することはねえからさ。なるほどね、ありがとうございます。心配してくれたのかも、優しいな。やっぱり攻略できんのかこの人。はい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 、あ、あと1日あるじゃん。あ、じゃあここで出せばいいんだな。よし、というわけで、本日は時間なんでこの辺で終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。オスオスじゃない、ごきげんよう、チャオ完全に今日勢いでいったな。失礼します。